はい、戸隠育ち農園です。今回ですね、畑一周というのをねしていきたいと思います。本日は6月の29日になりますね。もう7月にね、あとちょっとになります。どんな感じなのかお届けしたいんですが、まずハウス内ですね、ミニトマトを栽培しております。1本仕立てと2本仕立て、まあいろいろあるような状況になっています。例えばこのトマトだと1段2段3段目までは実がついて、4段目ちっちゃくついてくれてますね。もうそろそろ取れていいんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょう。もうちょっとかな、色づき結構時間がかかるなというところですが、まあここ数日はですね、気温だいぶ高いので、もうそろそろいけるでしょうと思います。で、地面にですね、ちょっとついさっき追肥をねしたのが残ってますが、これまただいたい朝昼でですね水を与えておりますので、その際にこの肥料に水をかけて、まあ、溶かしながら引かせながらね、追肥作業とともに水やりをだいたいしていくような感じになってます。反対側のねミニトマトあるんですけど、これなんか病気だったはずなんですよね。疫病っていうんかな、なんか嫌な感じの模様してます。これ結構良くない気がするんですけど、ちらほら怪しいのがね出てたりしますね。病気っぽい感じ、この辺とかも。まあ、トマトの場合葉っぱに多少こんな感じでつくぐらいならまあいいのかなという感じで、まあ、無視しちゃうというかね、葉っぱはもう少しでもう取ってもいいんですけど、下っ端とかはねもう取っていいかなというところですけど、ちょっと手がなくてまたちょっと後日やるかなというところです。まあまあ今んとこはいいのかな。一番下のトマトがだいぶミニトマトね、アイコですけど大きくなってくれてます。でですね、ポテトバッグやってましたけど、もうだいぶ枯れてきたんで、特に左側はもう完全になんかね、枯れてきましたんで、もういいのかな。こっちはちょっとまだ、ありますけど、だいぶ枯れてはきましたね。そろそろまた動画ね、なって作らなきゃなっていう感じですかね、掘って。はい。そんな感じです。一応ここにちらっとね、キュウリの苗、種まきしたやつがあります。イネニカはいつも、袋というか上にとりあえずかけます。ウリ科とかにはかなり、イネニカがいいと、されております。まあ、経営さんとかそのあたりの作用、結構ね、相性がいいという感じになっています。イネ科と、まあ、ウリ科が結構いいよと言われてます。まあ、全般というか、うちは全部使いますけど、苗作る場合はですね。一応近くのホームセンター、うちの方だと、ワタハンさんがあるんですが、その、土。これはね、ちょっと試しで使ってみてます。市販の土より半額ぐらいのもので、飛行が100日とかね、いろいろ書いてあるんですけど、それがまあどうなのか。キュウリと、あと今後はですね、ブロッコリーとかまた、苗作りますが、その際ちょっと使っていこうかなと思っております。それでは、圃場の方ですね、出ていきたいと思います。はい、まあピーマンですね、うち一番作ってますけど、そのメインの圃場に来ました。今日は、だいぶ夏の感じが、する天気になってますね。いいですね。ここもですね、追肥してあります。うちの方の、追肥の資材で、窒素とカリが 14% ずつ入っていて、あと苦土がマグネシウムですね 4% 入ってる、追肥資材、撒いてあります。まあ本当はピーマンの木がこちらありますけども、
まあ、根っこの少し先ぐらいに落とすのが理想ではあるんですけど、明日以降ですね、かなり雨も降るということで、多少雨が降って溶けたのがまあなんとか届くかなぐらいでやっていますけど、欲を言えばもう少しマルチ側にやってもよかったかなぐらいですけどね、まあまあいいかなと思います。ずらっとこの補助は結構ありますね。で、サイズ的にですね、ちょっと今映した手前側とかは、ちょっと小さいです。かなり小さいかなっていう感じですね。40センチとか、まあピーマンはねちゃんとついてくれてるんですけど、原因としてはちょっとこれ苗が届いた時に葉っぱが、なんて言うんだろう、擦れちゃってたりとか、外の葉っぱがダメージが結構あったんですよね。あれは擦れたのがちょっと病気って言ってるね人もいましたけど、なんか苗の段階ですごい密着しててぎゅうぎゅうに箱になんか詰められた状態で苗を育ててたのか何なのか、外の葉っぱがうまく、生育できていなかった感じで、そのダメージがあった苗っていうのがちょっとね、この入り口側の、まあ、4畝ぐらいとかに結構あったので、ちょっとこの辺は小さいですね。このビニールテープでちゃんと、やったやつはちっちゃくて、フラワーネットをですねここからはやっておりますけれども、そのあたりは結構、まあ、ネットにつくぐらいに持ってきましたね。50センチとかですかね、サイズ的に。でフラワーネットをついでにこんな感じでやってるかもですね。まあもうこの辺は正直いろんな人のを真似してるのと自分でやってるのといろいろありますけれども、基本ですねこれ、まあ、このアーチがまあよくね塚原農園さんとかが、ナスとかピーマンで使用されてるアーチと、まあ、ほぼ同じ型のもので結構これ高いんですよねこれ。はい、なので、まあ去年かな、だいぶ買った部分だけ残して、他はですね基本は段ボールを、寒さよけで、パワーポートが普段使いますけれども、それをそのまま残して、こういったフラワーネットかける時の、まあ、支えにとしてね使ったりしています。でこのままの棒だけ、棒というか段ボールだけでフラワーネットをかけるっていうのはちょっとできないので、こういった四隅にですね、支柱を立てます。まずマルチの端っこと、奥側の端っこ、とりあえず棒を刺してこのフラワーネットをですねまずここにひとまずかけてから奥にガーッと持っていって、結構ぎゅうぎゅうに引っ張って、まあねかけると、あとの途中のこういう支柱がそれぞれ、まあ、ある程度の間隔でありますけれども、そこは後から、やります。ひとまずこの四隅ですねにできれば太い棒とかでやった方がいいと思いますが、結構圧力かかりますので、そこだけ最初やってフラワーネットかけて、あとはちょっと適当な感覚で、棒をやるという感じにしております。でこの段ボールがあるおかげでですね、途中これはパッカーですね、まあ、パワーポーとかよく下の方で止めるんですけども、これでこのフラワーネットも固定できると。で途中固定しながらこの棒は刺してあるんですが、これまだですね、まあ、フラワーネットとかに固定はしてないですけど、ここを固定してもいいですし、最終的にはこの棒に対して、マイカ線っていう線をこうパーッと上の方に枝が垂れないようにやるっていうことが、ね、あります、まあ、これはちょっとその時に、畑一周してまた案内した方がいいかもしれないです。でこちらの方は、
かなりですね、このアーチが強いです。これかなり強いので、まあこういった棒とかを立てなくてもまあいいかなと。立ててあるのはまあ同じようにこの四隅、こちらもですね立ててあります。この四隅とりあえず立てて、あとは同じくパッカーというですね、まあまあ洗濯バサミみたいなものですかね。それで、フラワーネットを止めてあるんですが、フラワーネットがこれが、1マス20センチの2マス分しかないのかな。なんで40センチしか幅がなくてですね、結構ピーマンが幅広くなっちゃうので、外側に一応こういうビニールとかを巻いてあります。両側ですね。まあ、それで最悪、まあ支えてくれればいいかなということで、このビニール紐やったんですが、これやるとかなり硬くというかね、強くなった感じがします。で、実はまあ今まではですね、ピーマン一本一本に支柱を立てるということをしていませんでしたけれども、さすがにですね、支柱を立てないとグラグラしたりとかというところで、今年はですね、はい、ピーマン一本一本支柱を立てました。それまでは支柱すらも立てずに直接この、フラワーネットですね、で無理やりこう固定してあげるイメージで、やってました。でもそうすると、まあ、ピーマンがですねちょっと曲がっちゃう、こういう支えがもちろんなくて、こういう上のフラワーネットに寄りかかろうとしたりするんで、まあ、曲がっちゃうピーマンずっと曲がったまま、背丈が低かったりするピーマンとか全部同じサイズにやっぱり切って成長しないので、例えばここもちょっと低いところ、ね、フラワーネットに当たらない木もありますけれども、そういった木があった場合に結構苦労したりとかね、倒れちゃったりとかそういったことも起きますので、今年は一本一本立てたのでかなり楽です。本来はね一本一本立てるのが普通なんですけど、まあ、そんな感じでやってますね。で、藁をですね、まあ、いただいたのでちょっとたまに、防草シートを基本は引いておりますけれども、どうしても腕の幅がですね広く取りすぎちゃったりとかして、土がね出ちゃうと草も生えてくるので、まあ、そこを隠したりとか、草があまり出ないように藁を、敷いたりしております。これはですね、栽培終わった後畑の中に藁入れられれば、バチルス菌とかですね、まあ、菌の方に良かったり微生物にもいい影響はありますので、まあ、その辺はかなり期待は、しております。本当の理想で言えば防草シートじゃなくてこう藁をね細かく切ったの全部通路側にバーッとやれれば、まあ、一番本当はいいかなとは思います。ただ、防草シートですね、やるのにまあ慣れちゃったというか、全部必要な量を買ったので、まあ、それでやってるって感じですね。で、本当に防草シートと藁と、まあ、マルチといろいろありますけれども、その隙間どうしてもこれ草はですね生えますので、基本は草取りは、結構します。まあ、6月とか今特にですね雨も多いので草が結構生えますので、草がね成長しやすい感じの状況になります。本当に暑ければちょっとねゆったりするというか、草の方も参ったりとかあったりしますけど、そういったのも何もない安定して水分があって太陽もあってあったかい、一番ね雑草も元気になっちゃう時ですので、結構手で抜いて、いるんですけれども、このピーマンがですね成長してくると、まあ、結構そうですね、まあ、この辺りまで来ますかね、マルチのぐらいまで来ると結構ピーマン自体が、まあ、日陰を作ってくれたりとか、してくれたりして、まあ、草はそんなに、出ないというか目立たなくなってくることが多いです。なのでまあ大変ですけど、この時期草をですね取っておくと、まあ、この草の一番生える時に抑えられて、なおかつその後ねピーマンが大きくなった時は、草を
まあ結構抑えられるというか、ピーマンがね頑張って抑えてくれるみたいな感じで、ね、やってます。で結構追肥もね地面にバーってやるんで、ここで本当に草取らないと草に栄養がいっちゃって、立派なね雑草出来上がりますんで、立派なピーマンを作るというためには草取りがやっぱり必要かなと思います。これね、であとパワポを取るときですね、このサイズじゃ全然なかったので、多分このサイズぐらいだったかな、頭が。今もうフラワーネットまで来たんで、かなりもう風とかにも安定はしてきます。自分のどれぐらいですかね、今太ももの半分ぐらいかな。高いのはもう本当に腰まで行くかどうか、背丈高いのは来るかもしれないです。ひとまずこの時期はですね、木を作るということを意識して行くようにはしてますね。で収穫ですねという意味ではもう結構始まってはいて、まあ、まだ量が、まあ、そんなに取れないので、直売所の方には出しておりますけれども、そろそろ、大量に、農協さんの方に出すかなという感じになってきました。まあ、去年と比べれば本当に、去年はまだ全然取れてなかったんで、苗がね届いてないがめちゃくちゃ小さくてどうしようもなかったんですけど、今年は、まあ今まで通りの、感じには取れて、なおかついろいろな、まあ、資材も実は使ってはいるので、そのあたりはまた、ね、上げていければと思いますが、で一番果ですね、一番果全然残して、残したままで一番果ある程度のサイズで収穫し終わったぐらいのタイミングで、下っ端バーッと取りました。本来はねこことかも大きい葉っぱが、この程度の葉っぱがあるところをもう全部取っております。一番果取ったら明日の葉っぱバーッと取っちゃって、いいと思います。で取っちゃうと結構あの雨とかでね泥跳ねするとは思うんですけれども、なるべく晴れてる時に脇芽とか、下の葉っぱ取ってあげて、傷口が乾いた時にはいくらですね雨降っても、まあ、そんなに影響はないので、なるべく晴れてる時に下の葉っぱ取って、風通しを良くしたり、葉っぱにですね泥跳ねすればいろんな病気が本当に出てくるんで、そこをですね抑えるという意味では取ってあげる方がいいと思います。下の葉っぱを取ってしまって、大丈夫なのかなと思う方いらっしゃると思いますが、もうこの上の葉っぱ十分枚数もありますし、まあ、大きさはちょっと微妙ですけどね、まだまだ最初の方なんで、葉っぱはまだそれぞれは小さいですけれども、枚数もたくさんあるので、ひとまずここが大きくなってきますから、下の葉っぱはもうなくても大丈夫になってくるわけです。でこの時期ですね、梅雨の時期ですので、トレインというですね、まあ、苦土とか、まあ、微量要素がですね入っている資材ですとか、カルシウム剤ですね、こちらを、まあ、どれくらいですかね、2週間に1回ぐらいは交互にやってあげる、まあ、1週間、まず例えばトレインを散布しましたということであれば、1週間後に今度カルシウム剤あげて、でまたその1週間後にまたトレインっていう、大体2週間にそれぞれまあ巻いていくような感じで大体はやっています。まあ、どっちもですね、まあ不足しがちというか、特にピーマン、トマト、ミニトマトは、カルシウムですね、必要にはなってくるので、尻腐れとかカルシウムが足りないと出てきてしまうので、まあ、それを予防したいというのがね、カルシウム剤を散布する理由になります。まあ、あとは病気とかも、細胞壁を強くしてくれるのがカルシウムの効果ですので、まあ、そのあたりも期待して、カルシウム剤ですね、なるべく、農薬と一緒にやると一番いいので、まあ、そういうのは農薬散布される方はそういう時にやってあげればいいと思いますし、まあ、農薬あんまり使わない方でもカルシウム剤ね
使っていきたいという方針の方、まあ、使えるという方針の方はなるべくカルシウム剤、場合によっては人によってはまあ駆動切開をやるとかっていうタイプと、まあ、液肥のカルシウム剤をやるタイプと、まあ、いろんな、ね、方いらっしゃると思います。で家庭菜園でそんなにピーマンの本数ありませんと、カルシウムそんなに、ね、買ってもカルシウム剤そんな他に使わないかなとかね、そういう方は、リキダスですねっていう市販のものありますけども、とりあえずリキダス使っておけば大体カルシウム取れて、リキダス結構いろんないいもの入ってるので本当にそっちの方が下手に使うよりはいいかなというところです。まあ、窒素リン酸カリがないので、まあ、正直あれは1週間に1回とかなってますけど、いくら使っても多分悪くはならないはずですね。あれはなんでそういったカルシウム剤市販のものとか簡単に手に入るもので、まあ、やるのもいいのかなと思います。もう一つね、リキダスとセットで、まあ、花工場というのがあるので、まあ、それをこういった地面に、肥料をね、撒くのではなくて、まあ、液肥でやっていくというタイプだったら、まあ、花工場とリキダスセットで、マジョールとかにやって、もう葉面散布と根っこの貫中と両方できるので、まあ、頭からバーってかけて、まあ、地面に落ちたとしてもそれもまた根っこの方から吸収されたりとかしますので、もし家庭菜園でピーマン作りますという方は全然それでもいいです。まあ、正直どの野菜でもそんな感じでやっておけばまあまあ良くなるかなと思います。今のところは白絹病というですね、病気は出てませんが、虫がね結構侵入してきてるんでちょっとそれ見てみたいと思います。はい、ですね、この辺りピーマンですね、ちょっとおかしいのいるなというね、見ていただくとこの株とこの株ですね、明らかになんかね葉っぱの垂れ方がおかしいなと、見て分かっていただけると思うんですが、これね、まあ、去年白絹病出た畑なんで、もしかしたらと思ったんですが、こっちかな、ちょっと移動して、はい、根っこを見てみるとここですね、はい、虫が侵入した跡があります。まあガの幼虫というかね、その辺だと思いますが、中に入っちゃうんですよね。で中に入ってって、まあ、このピーマンの茎の中を食べながら、出入り口をねちょっと踏んで塞いだりしてきて、まあ弱らせてくるというかね、そういう感じになります。でかなりもうなんか枯れちゃいそうな雰囲気がねしてます。これ結構困るんですよね。実はまあ農薬結構散布してるんですけど、まあ大タバコがっていうかね、ガの系ガに効くやつやってても入られますね。この時期やっぱり出ますね。この株もそうですね、入られてる、ちょっと見えづらいですがここら辺にね入ってきてますが、はい、で入られちゃうと、まあ、本当はもう、諦めて、取っ切っちゃう、バツッと切ってもいいんですけど、まあ、一応残してますけど、普通は無理ですね。普通は復活しないというかね、かなり厳しいんですけど、なんか雨降るとこれ元気になるんですよね。なんで、結構この数日というかこの先数日ですね、ちょっと雨が続きそうなんで、もしかしたら治るのではという期待を込めて放置というかそのままにしてます。でも1日晴れただけで一気にしんなり、昨日雨とかね曇りだったんですけどすごい元気だったんで、隣のこういう株と本当に変わらないような葉っぱだったんですけども、一日晴れちゃうともうちょっとね水分量が多分うまく上がってこれないんかなという感じですね。しんなりしちゃうんで、パッと見はねちょっと青枯れ病かなとかね、そういう朝晩元気で日中がしおれたりする青枯れ病かなとか、他にもまあ白絹病っていうね、こういう同じように一気に枯れてくるとか、しんなりしちゃうとか
そういったピーマンの病気とかありますけれども、まあ、根っこを見て、根っこの付近ですね、見ていただくとそれぞれ判別が、しやすいんですけれども、今回は完全に虫に入られているので、まあ虫の理由ならまあまあしょうがないかなというところです。これ全然もう毎年、入ってきます。で、農薬いくら使っても入られちゃうので、いやまあまあむしろ泡枯れ病じゃなかったのね、喜んだ方がいいかもしれないですね。ああ、いいのあるな、ね、こういう、これでかっ、これはもうね、下手したら取り遅れで、しかもこれね、あの1番果ですね1番目、この辺の葉っぱも取っていいですけど、1番果でここまで大きくするのは普通は良くないと言われてますけど、忘れましたね完全に。まあまあいいでしょう。たまにこういうすごい調子のいい、ね、隣とか調子のいいピーマンの間に急に小さくねあったりするんですけど、これはやっぱりなんか弱ってたりとか、植える時うまく根付かなかったか、何かで急にこういうね小さいの出ちゃうんですけど、こういったのがね結構トレインとか、微量要素入りの、資材結構しっかりかけてあげると、まあ、息を吹き返す感じというかね、戻って一時期完全に成長止まってたんですけど、だいぶ戻ってきました。でも上の方の葉っぱもちょっと内側に巻いてるんで、やっぱりちょっとおかしいはおかしいですね。まだちょっと足りてないかな。隣とかは全く問題ないんで、この株だけの問題、何かしらの生理障害だと思うんですけどね、まあ、こういったのはトレインとか本当は2日連続でかけるとかが、使われる野菜がいいとおっしゃっていましたけど、もしかしたらそうやった方が良かったかもしれないですね。1日だけかけて少し、まあ、成長してくるようにはなりましたけれども、2日連続であれば一気に生理障害バッと改善して、まあ、生理障害っていうのは何かしらの成分が足りなかった、多分どうなんだろうな、クドとか石灰とかそっちなのか、分かりませんけれども、完全に成長が止まっていたので、どうしたもんかというところでしたが、まあ一応戻っておきましたね。まあ今後普通にまあ液肥とかも定期的にはやりますので、徐々には戻ってくると思います。いやー、こんな感じですね。はい、じゃあ他の野菜、ちょっとピーマン長すぎましたけど他のいきたいと思います。はい、こちらですね、じゃがいもですけれども、だいぶ枯れてきた、株もありますので、徐々にこう収穫を、しております。で、今年ですね、多分一番、過去一番かもっていうぐらいキメがいい、皮がこうブツブツしてないとか、あんまり虫にも食われず、大きいジャガイモ取れてます。例年よりも1ヶ月程度早く植えました。4月の下旬を毎年植える日としてましたが、3月下旬か、まあ、4月上旬か、まあ、1ヶ月程度ですね早く植えて、雪も降らず、で王子もすごい霜が降りるということもなく、なんとか過ごせて、途中ねパオパオという不織布をかけてあげたりとかベタ掛けして、なんとかここまでね来れましたね。ちょっとここまでですね、うまく今まで行ったことがないというか、もともと栽培する場所を適当にやって、全然ちゃんと管理せずいつも迎えてたんで、今年はちゃんと土寄せとか、追肥もしたら普通にいいやつが取れたみたいで、ちょっとね収穫が逆に大変だなっていうね、ピーマンと被ってくるんでしょうがないかなって。でですね、一応こちらトウモロコシの、恵みゴールドだっけな、確かそれだったと思うんですが、一応ねこう茶色く
なってきてるんですけど、まずこちら背丈が異常にちっちゃいですね。ひょろっとした、木になっちゃってます。いやーまあこれね、こちらのトウモロコシは移植したトウモロコシで、種まきしたセルトレイ、まあ、セルトレイで種まきして、で植え替えをして植えたものです。ちょっと寒い時期に植えたっていうのもちょっとあったかもしれないですけれども、あと苗に植え付けるのもかなり遅かったので、良くない育ち方ですね。小さい枝にこう出ちゃうとね、一番こういうのねすごい怖いですけど、こういうのこのモロコシの部分がね頭になって出てきてるっていう、こういう怖いですね。これは本来は穂がね上に来るですが、脇芽からこうモロコシが上にね出てくるとかなっちゃってても、うまく取れればラッキーぐらいですが、その後にですね、直巻き、直接畑に巻いたやつ見ていただくと、もう背丈が同じぐらいになってますね。本来はまず木がこれだけできないとダメなんで、やっぱりちゃんと種まき、ね、やるとか追肥とかちゃんとやらないとダメだなと。ギリギリまだ穂が出てないかな。穂が出たらまた、農薬ですね使用していきたいと思います。ヤングコーン取らなければ別に、どっちの農薬でもいいなというね、フェニックスとかフレバソンどっちでもいいなという感じなんで、まあ、そんなに気にせず、ただ農薬はとりあえず使わないといいモロコシにはやっぱりならないんで、どうしても虫入りになっちゃうんで、やっぱり農薬使うしかないかというのがね、モロコシ作ってると思います。で一応ね他はキュウリですね、一応2番手で、もう一応農薬はですね使えるやつ、まあ、ピーマンとか、ナス、ミニトマト、キュウリ、大体同じ農薬、共通して使えるものを使ってまあやるようにしてるんですけど、まあ、キュウリについてはもうもしダメになっちゃったら、まあ、今種まきしてあるやつが大きくなってると思うんで、まあ頑張ってっていう感じなんですが、意外とまだ大丈夫そうなんですが、明日以降雨が降るので厳しいかな。この脇芽ちゃんと取らないといけないですね。またこれは管理しないといけないです。まあでも徐々にね、キュウリも取れてきました。でズッキーニがこれでかすぎてちょっと一株がよくわかんないですけど、はい、ズッキーニ徐々にできてますね。これとかズッキーニですが、なんかすごいでかい、こんなにでかく前になったことないんですけどね、肥料多かったのかな。ズッキーニも4株ほどあるんですけど、バカでかいですね。でメロンがですね、これまあメロンなんですけど、もうちょっとちゃんと伸ばす枝決めないと、これはバシャバシャしちゃってね、良くないと思います。ウリハムシが今年ちょっとすごいんで、いるかな。あーもうめちゃくちゃいますね。これ見えるかな、この茶色いのがウリハムシで、ウリ科にねよくつくという虫です。これもうここまで多分繁殖しちゃうと、農薬してもしてもまた次の世代が出てきちゃうんで、ちょっと失敗した感じですね。最初にちゃんとやんないといけなかったかなというところです。さあそしてここソバージュ栽培をしている、アイコです。ミニトマトになっておりますが、ちょっとですね、ソバの方がですね脇芽というか、だいぶ切っちゃったところもありますが、まあ今のところ病気は大丈夫そうかな。でこういう風に結構大きいのがついてくれてますね。いい感じにはなってるんで、
と今年こそちゃんとしたソバージュ栽培ねやれたらなと思います。さあそして、ナス、はい、まあ、半身一丁目とかねいろいろやらせて、いただいてますが、長ナスやっと大きくなってきたかな。やっぱり上に伸びる、ね、性質っていうのがあるところですけど、やっとナスも徐々に、収穫してます。長ナス、丸ナス、白ナス、こちらが白ナスとかこういう感じで白くついてくれてますが、白ナスで、丸ナスと言っています。で半身一丁目の木はこれか、エイジドリブやってみた木ですが、ちょっと葉っぱが怪しいかなっていうねのは出てますけど、なんかすごい伸びてるなこれ。まあまあちょっと経過をね見ていきたいというところです。でまた同じようにここはピーマンがあって、でちょっとだけネギ、作っております。ネギも多分将来絶対やんなきゃいけないんで、将来というか多分来年にはもうそこそこ春ネギ出したいですけど、こんな感じで春に種まきしたネギ今こんな感じですね。夏の終わりとかに取れますかね。なんかめちゃくちゃ育ってますね。こういうのでいけるんだな。ネギはね、ネギ専用の土寄せ機械っていうか、それあればもう余裕だなと思うんですけどね。それを変えればちょっとガンガン作りたいのがネギですっていう感じですかね。まあまあうちの方は本当に長野北信寒いところなんで全然成長遅いですけど、いろんな農家さんのね YouTube とか見ておおと思いながらやっています。こんな感じですね。はい、畑一周ですね、終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。